4日前から小便が少ない気がしてたんだけど、今日はすごいちょろちょろで1日かけてヤクルト3本分くらいしか出てない。ネットで調べるとやばいクラス。怖くて酒飲んだら小便は出る。明日やってる泌尿器内科行くけど怖い。透析とかも怖いけど、まだ小さい子供を残して死ぬのが怖い。おばさんが透析してたから辛さも分かってるから余計にやばい。明日の診察が怖い。親にも電話かけた。マジ怖い。不摂生してないのに。死んだら親権とかどうなるんだろう。うちの親はもう70だよ。元嫁の方が強いのかな。ああやばい。マジで怖い。当番医の泌尿器科に来た。すごい混んでる。ドキドキ。なんともなかったか。初です。3月末に妻を癌で亡くしました。子供は上が高1で下が小6、2人とも娘。俺本人も肺がんの告知を受け、今月半ばから入院予定。ステージは1にも達してないようなので早期治療に入れるが、入院中は子供たちだけでやっていかねばならず不安。この年になって本当に健康の大切さをしみじみ実感したわ。先月頭に母親も認知症の診断を受けたし、悪いことは重なるもんだな。手術が万一うまくいかなかったらと不安は募るばかり。このスレでいろいろな状況の不死過程があるのを知って俺も元気をもらえた。末永く居ついてやるぞ。ようこそ頑張れ。から俺も別個所だけどがん治療したよ。子供が高校兄と中学妹ね。3ヶ月ちょっと入院してたから心配だった。でも食うことだけは優先にさせたらなんとかなった。学校はサボりまくってたけど、そのくらいはまあ仕方なかったな。子供も自分の体もなんとかなるかもしれんし、ならないかもしれん。でもやれることを頑張って、辛い時にはここにおいでよ。それと行政の支援を漏らさず受けるようにね。皆さんです。ありがとう。同じ境遇の人がいるとすごく参考になります。役所に行ったけども、一人親でも収入制限があって受けられないって言われた。残業してフルに働いたのが裏目に出ました。手術はうまくいくと信じて頑張ってきます。子供二人も置いて死ねないからね。頑張れ、生きろ。病気って怖い。まさか自分が状態。上に書いたおしっこ出ない野郎が俺で、ただいま入院中。人工透析始まった。絶望中。コロナで子供に会えないのが辛い。親に田舎から田舎に来てもらって子供を任せてる。ダメだった。まさかの腎不全で一生透析。不摂生してなかったのにな。